あれ、また音が出ないな。これ何なんだろうな。結構定期的になるんだよな。あのゲームの BGM が録画を開始すると止まるってやつ。でね、多分ね、そう、街はね、流れてんだよね。これで戻ったらどうなんだろう。あ、やっぱないね。ダメだね。これね、なんでなるかわかんないのがちょっとね、あれなんだよね。まあ、しょうがないね。今回はちょっと、なんか農場の方の BGM ないですけど、撮っていこうと思います。ってことで、まあ今回ヘイデイの動画撮ろうと思うんですが、まあ、レベルアップはね、もうちょっと先だし、ね、農場がね、メインの話ではないのでいいんですが、まあ街移動しましょう。はい。というわけでね、まあ、今回はね、パズルがね、久々に完成したということで動画撮り始めました。何が完成したかというと、こちらですね。灰色の像。船のお仕事で最後のピースが揃って像が完成しましたって出てきたんでね、動画撮り始めましたという感じですね。完成しました。この動物のためにまず像の小屋を用意しましょう。ということで、まあ、象ですね、今度は。キリンカバときまして、象ですね、どうしようかな。この辺にしようか。そうすると、もう来たね。明らかに箱よりでかいんだよな、中の動物の方が。はい、まあ、早速餌をあげて、おお、はい、起こしましょうか。ゾウはね、名前どうしようかな。お、なんだ？掃除始めたんだけど。へえ。足と鼻の太さ変わんないっていうね、すごい。すごいな。ゾウか。名前どうしようかな。まあちょっとね、次までに考えときましょう。お、キリンと接触。おお、威嚇してる。この滝の近く行くと滝の音ちゃんとでかくなるのとか細かいよね。まあそんなことはいいにしても、農場のね、BGM 聞こえないし、今回はね、ここで終わりにしようかな。ね、なんか、動物と一緒にね、飾り付けもね、増えるんだよね、いつも。ってことで、このバオバブの木とアリ塚は、象の近くに置いとこうかな。この辺にしよう。あれ、この木って自分で置いたんだっけ。じゃあちょっと離そうか。で、もう一つは何だっけ。アリ塚か。アリ塚って象となんか関係あんのかな。まあこの辺に置いときますか。はい、そんな感じでね、まあ新しくね、保護区の動物、仲間加わりましたよ。ということで、今回はこれで終わりにしようと思います。次はおそらくね、レベルアップ近くなったら動画撮ると思うので、あと、6万経験値ぐらいかな。まあ、コイン2倍とかが来てるんでね、意外と早いかもしれないですね。ということで、まあ、今回はこれで終わります。ありがとうございました。よいしょ。よいしょ。